皆さんこんばんは。直言極言の時間です。今日はですね、佐原駅の駅前におります。そして私の隣にいるのが、新党国盛千葉代表あずさまりさんです。はい、今日はですねあずささんと一緒に、調子を中心にね、はい、そして夕方にはこちらに来て、はい、佐原駅ね、はい、どうでしたかまず感想は。はい、今日結構車から手振ってくださったりですとか、うん、直接ですねこれ食べてって差し入れ持ってきてくださる方がたくさん、はい、これも一つのあれなんですけどね、はい、柏屋もなかすごい有名なもなかだそうです。はい、あとこれはね、まあ、言っていいと思います。いいんですか。まあ、名前だけ言うなら分かんないでしょう。吉岡さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、というねことでこういうもなかいただいたり、はい、おにぎりをたくさん、それも無農薬のね、うん、いやご自身で作ってらっしゃる。あ、ということね。無農薬米。無農薬米いただいたりですね。でおにぎりこさえて、はい、たくさん持ってきてくださった。それからリポビタンで、はい、ね、はい、リポビタンでつってね、はい、ファイト一発ってもう古いっていう、はい、ということなんですけどね。でも明るく楽しくできたよね。魚屋さんに彼女がね、突撃インタビューみたいな感じで、ね、はい、行ったりして、うん、あれもなんか最初は怖いかなと思ったけどね。なんか言葉は乱暴だけど不愛想に聞こえたけどすごい親切なんだよ ね、めちゃめちゃいい方でしたね。うん、でちょっとねこういうのちょっと食べたいんだけどって言ったら刺身にしてくれてね、あの優しい方でしたね。醤油いる、わさびもつけてくださって、だからついでに私が、お箸もそう割り箸もらえるとつ、ね、つけてくださっ て、なんかねすごく親切な方でした。こういうね活動やっててもこう現場にねいろいろ行って人とこう交流するっていうことはね、うん、いろんなことを教えてもらえるっていうかね、うん、経済状況もやっぱりね、やっぱりコロナ全然ダメだったそうですよね。うん、うん、はい、あの調子の漁業も、うん、それから台風とかいろんな天候不順とかね、そういう中でもでもやっぱり前向きにみんな生きてるなっていうね。うん、調子は皆さんご存知に人口半分ぐらいだったんだろう。はい、うん、かなり街も疲れちゃってる感じ出てましたよね。うん、歩くとシャッター街がこう、うん、ずっと続いてるからな、悲しい感じが、はいはい、なりました。はい、まあ、そういうね中でやっぱり政治の貧困、それから貧困の政治、政治の貧困って分かりますか。政治の貧困と貧困の政治ね、この貧しい人たちや苦しんでる人たちに目が及ばない、心が届かない、そういう政治がやっぱり続いてきた。まあ、そのために、新党国盛、千葉代表にねあずさまりさん決意してね就任したということですけど、まあそういうことを皆さんに発表してからどうですか。あ、はい、うん、あすごくですね頑張ってねって言ってくださることが増えました。うん、あと SNS もやっと始めたんですよ。うん、自分のツイッターだけですけれど、うん、そこにたくさんの方がメッセージくださって、はい、はい、すごく幸せな気持ちです毎日。そう思います、はい、頑張らないと、はい、使命感に燃えてます。はい、まあ、そういうのもね一人じゃなくてみんなで支えてねくれてるこの現地の人とかね、それから国盛市の人、頑張れる人ね、そういうおかげであります。さてその、まあ、今日ねちょうどそういう活動しながら、まあ、いつも思ったことですけど、いよいよあの岸田政権、党三役決まりました。高市さん、まあ、政調会長、以前やったことがある、うん、そういう役目になりました。まあ、これははっきりと官職というかね、官職ではないけども、うん、党三役ですから大事な役ですけれども、うん、目立たない役に追いやられた。うん、そして幹事長に、まあ、甘利さんになったということは、まあ、まさに、アメリカ主導のね、甘利、3A ですね、3A、甘利、安倍、麻生とこういった流れの中に作られたということが分かると思います。ただしこれは皆さんはっきりこれはちゃんと覚えておいていただきたいのは、二階あるいは石破、ね、河野太郎、こういった連中の、美中派親中派が、まあ、ある意味でと排除された、まあ、敗北した。でもこれで諦めてるわけじゃないですからね、これからも続くと思います。それともう一つは、我々がシェイシェイモテギと言ったね落選運動やった、はい、中国に何も言えない、これがなんと、はい、外務大臣留任と。あんなに国民がね、うん、怒り心頭になったのに声が届いてないんですね。うん、だから結局ね、皆さん、まあ、私はこれ始まった時、総裁選始まった時、高市さんやね
岸田さん、高市さんは特にね、いいと思いましたけども、ただ過剰な期待はダメだ、うん、で、一部の人はね、岸田さんが新自由主義からの脱却とか、言ってますけど、今回の予算編成見るとおそらくね、来年補正を組む15月分の本年度予算とあれという形で補正組みますけども、結局中小企業はやっぱり潰される、うん、アトキンソン路線というかね、安倍さん、菅さんに続いた経済政策は変わらないんじゃないかと、あまり過剰な期待を岸田、自由主義、から脱却とは言ってますけども、本当に中小企業を中小企業とを救い、かつまたその人たちが中産階級としてね、一番最大多数の、層になっていくような政策が取れるかどうか、これは本当に予算案を見ていけば分かるし、それから、今回の財務大臣やね、そういうものを、ね、見ていけば分かると思います。私は甘い考えはしておりません。甘い考えというよりも、むしろこれは国際金融資本やそういうものの影響、全部とは言いませんよ。私たちがこういう運動をやるのだって完全に牛耳られてるんじゃないんです。日本人として立ち上がることできるんです。できるけどもやらなかった。でもこれは今新党国盛州ね、頑張れ日本がこういう流れを作り始めています。狭い日本の中だけじゃない視点を持ちながら、しかし日本を仕事した運動をこれからもやっていきたいと思います。そういう中で千葉で今、立ち上がった安田真理さん、皆さん覚えていただきたいと思いますし、応援をしていただきたいと思います。そしてぜひですね、関東近県の方、どんなことでもいいですから応援してください。メールでもいい、ビラ配りでもいい、ポスティングでもいい、いろんなことができます。ビラ張りもね、いろんなことでビラ張りというかビラ配りか、こういうのもやらなきゃいけない。メールを書いてもらう、 SNS で応援してもらう、そういうことでもいいです。はい、皆さんこれ、はい、皆さん、もう日本今頑張んないと、取り戻さないと、取り返しがつかないことになってしまいます、はい、ぜひですね、一緒に汗かいてください。はい、はい、絶対日本は、はい、今国民が立ち上がれば V 字回復できます、はい、日本の底力信じてます、はい、というようなことでね、頑張っていきますので、皆さん応援してあげてください。私はもう徹底的にこのね、日本の新しい保守勝利を作る壮大なというか大きな夢があります。新しい自民党はもう時代の中でみんなあれに期待する、これを期待するって言ってますけど、根本的にはもう時代のもう流れから取り残された、それを新たに叩き直すためにも新党国盛、新しい保守勝利を作っていかないといけないと思います。ということで、新党国盛代表本間奈々さん、そして千葉代表ね、安田真理さん、お二人に頑張っていただきたいと思います。私はその、先頭彼は立ちますけども、私も一緒にという形でやります。ということで、今日の直言極言は以上です。